ニュース少年、いやー、はい、始まりました。本日のゲストも飯田康之先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとカメラがもうちょっとこっちですね。はい、すいません、手作りでやってます。はい、今日はです。あ、今日はそして女子は菜の花さんです。はい、相変わらずちょっとお腹の具合が悪い。もういいですよ。いいですか。大丈夫。恥ずかしいじゃん。あ、恥ずかしい。飲みすぎ？全然食いすぎ、まあまあね、正月いろいろありますからね。で、今日はですね、ぜひね、飯田康之先生の新刊、じゃあ、はい、財政金融の転換点というこちら、こちらすごいお堅い感じの、これ中高新書ですね。全然ピンとは、これね、どう顔が映ってるとね、これちょっと皆さん顔外してください。はい、顔外すと、あ、ありました。はい、財政金融の転換点こちらでございます。これをですね、ちょっとね、ぜひご紹介した。もう、発売されてるんですよね。はい。はい。最新刊でございます。まあ、はい、2024年、うん、日本経済、うん、デフレ完全脱却なるかならないかというところなんですが、うん、これね、ちょっとネタバレするとね、みんな本買ってくれないんで、うん、ちょっと甘噛みで、はい、甘噛みでいきたいなと。気になる感じで。でもまあ、ぶっちゃけどうなんですか、ざっくり。ざっくり言うとですね、はい、まず財政については、はい、緊縮派が、はい、いかに間違えてるか。はい。と同時に、はい、反緊縮派がいかに間違えてるかっていう話をしています。ダブルですね。そう。どっちも、なんとか派はダメなんだよ。財政に関して。緊縮も反緊縮もダメ。特に反緊縮はね、うん、調子乗りすぎてますね。はい、実際ですね、どっちかの極論によっていた方が、楽なんですよ。そうなんですよね。後ろから撃たれないですから。ああ、そういうことですね。だからね、緊縮派の中で、いやいや、この局面は財政政策も必要ですっていうと、緊縮仲間から撃たれるし。ああ、で、逆に反緊縮の方で、いや、そろそろ増税してもいいんじゃないとか、てめえみたいな感じなんですね。またはね、財政支出について、はいはい、ま、そろそろ中身の精査が必要ですみたいな話をすると、はいはい、いよいよ裏切ったみたいになっちゃうんですけど、経済政策ってそういう派閥闘争ではないのと、はい、あといつでも絶対に正しい財政政策ってないんで、いやそうなんですよ、うん、これね我々のね、はい、まあリーダーと言ってもいい岩田紀行先生、うん、リフレ派のね、うん、日本のリフレ派のまあもうずっとまあリーダーと言ってもいい存在ですけど、うん、岩田紀行先生は80年代、うん、このまま金融緩和してたらバブルが来るぞって言ってた人。そうです、そうです。いいですか、うん、このままもう、ノホーズな金融緩和続けたらバブルになっちゃうから、うん、金融緩和やめなさいって言ってたの、岩田先生、はい。で、90年代入ったら、うん、このまま引き締め続けたらデフレになるから、うん、引き締めやめなさいって言ったのが岩田先生。うんうん、難しい。わ、ねうん、かります、うん、だから状況によって、いや、緩和しろって言ったら引き締めろって言ってみたり、うん、違うんです、うん。でもそこの思想は一貫性で、金融政策聞いちゃうから、うん、過度にやったら変なことになるよって話をしてるだけなんですよ、うん、はいはい、緩めすぎはバブルになるし、うん、引き締めすぎはデフレになるから、はいはいはい、ね、どっちもダメって言ってるんですけど、バランスが難しい、ね、そうなんです、まあ、バランスが、だからそこをちゃんとね経済学者計算してですね、はいはい、いろんなね数値から計算してやるわけですけど、はいはい、それ分かってないですよね、緩めろって言ったら原理的に緩めろみたいなね、日本の経済だけじゃないと思うんですけど、はい、経済論壇、を見ていると、はい、何かいつでも引き締めろって言ってる人は発言が一貫している。ああ、出た、いや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 、状況が一貫してないですからっていう。ないですから。そう、発言一貫してるっていうのは本当にやめた方がいいと思うんですよね。そう。だから発言一貫している人はまずいって思わないといけないんですよ。そうですね。昔なんか、エコノミストなのかな、一応。東谷明さんって人が、そうそうそう、発言が一貫してるかどうかっていうのだけを基準にですね、うん、そのエコノミストをね、診断するみたいな本書かれてたんですけど、あれいかがなもんかなって思ったのは、うん、そのインフレからデフレのすごい転換点あったわけですよ、うん、で、その転換点で発言変わらない人の方がまずいんじゃないですか、まずいまずい、普通に考えたらね、うん、実際ね、そういう芸風っていうのは脈々とあって、はいはい、まあ、過去30年ぐらいかな、はい、毎年日本経済が崩壊するっていう本を書き続けてるいますね、人とかもいる、はい、最近ちょっと中断してるんで元気かなって心配されてる方もいますね、そのね、そう、やばい、いよいよ本当に崩壊するんじゃないかみたいなそうそう、本が出てる限りは崩壊しない、崩壊しないんじゃないか、逆進なんで、そうそうそう、いや、そうなんですよ、だから一貫してるっていうのは、うん、ちょっとそのまあ特に経済については、うん、状況変わるんです、うん、で、これ我々リフレ派はね、うん、期待の働きと呼んでるんですけど、はい、人々の期待が変化するんですよ、はいはいはい、でその期待が過度に行き過ぎるとまた面倒なことになるので、うん、ちゃんと中央銀行はシグナルを出した方がいい、うん、政府もシグナル出した方がいいっていうことなんですよ、うん、それはなんか理解できない人、そう、ね、まあケインズ、まあ、マクロ経済学の創始者と言ってもいいかもしれないんですけど、はい、ケインズは、経済学者は腕のいい歯医者であれという、なるほど、
敗者、敗者近いですね。近いです。うん、はい。で、またあ、まあ、グレゴリー・マンキューというのは、はい、マクロエコノミクス・アズ・エンジニアリング。エンジニアリングであると。で、だから思想じゃないんですよ、経済政策とか経済学って。ごくごく技術的なものなんです、はい、技術的なものだから、はい、一貫性は正しさと何ら関係性を持たないんですね。なるほど。例えば思想、例えば民主主義であったり、はいはい、または人権とか、はい、そういった問題についてフラフラしてたらそれやばいですよ、ね、やばいです。ダメです、ダメです。 そういうの、ね、それはフラフラしないです、はい、なんですけれども、はい、今どういう経済政策を取るべきかっていうのは、はい、まあ、日々変わるんですね、はい、で、この財政金融政策の転換点という本、はい、まあ、財政政策についての話が、はい、まあ、分かりやすいので、説明していますが、じゃあ金融政策についてはというところで、はい、じゃあ金融政策ってどうして効くのかっていうのを、うん、ちょっと基本から説明しています。なるほど。で、話は単純で、はい、金融政策ってある意味やっぱチャンス待ちの戦法なんですね。なるほど。で、長い期間で見てると、はい、理由はよく分かんないけど景気良くなることってあるんですよ、うん、確かに循環しますからね。そう、何がある、そう、うん、その拡大をいかに助けるのかっていうのが、うん、早く拡大し長く拡大できるように大きく拡大する、こう、こうヘルプするのが金融。そう、金融政策って分かる？例えばお金すること。そう、お金すること、うん、お金吸ったりとかお金吸収したりするような金融、まあ、お金の量を調整してるんです。簡単に言うと、ね、でね、やっぱりあの現象面で言うと金利をどうどの水準にコントロールするのか、はい、やっぱり金利安ければ借りるし、そうですね、高ければ預けちゃう、預けちゃう、預けちゃう、預けちゃうとお金減っちゃうし、うん、そういう感じ。これをね、あのどうコントロールしていくかっていうのが金融政策なんですよ、はい、でそれはやっぱチャンス待ちの戦法ではあるっていうのも分かんないで、なんかあの結局金融政策単独じゃ効かないじゃないか、そう、もう始まるんですよ、うん、そういう、すぐ始まるんですよ、そういう話を、それこそ、はい、ジョネさんとはね、もう 10年どころじゃないですよね、もう20年近くこの話やってますよね、本当に伝わんない。だって最初私あの飯田先生の読者だったんですから、いやいや、すげえなんかあのまだ当時20代ですよね。あ、それ20代。飯田先生20代の若手 の、うん、あの経済学者、すげえ面白い本書いてると、なんかちょっと論理学みたいなね、ちょっとね、最初ね、ダメな論理っていう、あ、ダメな理論か、あ、すごい面白い本、うん、すげえ頭人なんて読者だったんです最初。それからなんかもう10年経って俺も本書くようになって、うん、でもうずっとその話してるんですよ、うん、いまだにね、その間違ったこと言ってるやついるんで、金融政策は単独だと効かないよっていう、うん、ね、でもそれだと金吸っても吸んなくても何も起こんないってことなんで、さすがにありえないですよ、無税国家誕生ですよ。いや、そうなんです、うん、あのなんというかね、なぜそんな難しく考えるっていうところはある。頭悪いんじゃないですかね、逆に。あのお金吸っても何も起こんないと無税国家誕生するって意味わかる？わかんない。お金いくら吸っても何も起こんないんだったら、うん、お金バンバン吸って、うん、ね、それを財源にさ、うん、あの政府はほら、うん、財政支出やればいいでしょ、うん、確かに。でしょ、で日本金吸っても何も起こんないんだったら世界中の資産買えるじゃん。そうそう、世界中の資産買っちゃって、意味不明なことになる、ね、もう日本チャンピオンみたいなって終わりじゃん。お金だってすりまくって何も起こんないんだったら、うんうん、でも実際には何が起こるかというと、うん、お金すりまくったら、うん、円が暴落するわけ、うん、当たり前ですけど、価値、価値暴落するし、めっちゃインフレになるし、うんうん、でそんなの耐えらんないでしょ、うん、だからやらないんで普通は。金吸っても何も起こんねえって言ってるやつもうこの時点で終わってんの、うん、でこの議論を紹介したのはなんと飯田先生です。まだあの小手半時代の飯田先生、あ、そうですね、スリランカさんの頃だった飯田先生なんですよ。そう、ね、そう、歴史ですね、ね、歴史です。私あのだからスリランカっていうハンドルネームだったんですけど、あ、そうなんだ、はい、あのちなみにあの由来は正論です。正論でスリランカね、はい、うまい、なるほどね。そうで、スリランカさんで、うん、で、ドラえもんが岡田康さん、岡田康さんそういうね、すごいカリスマがいたな、カリスマというか、まあ、リフレ派の本当のリーダーと言われたんですよ、ね、初期の論争で、はい、大いに活躍した山崎、はい、はじめさんが、ね、お亡くなりになっちゃったんですよね。そうなんですよ、もう歴史ですね。岡田さんもまあ亡くなっちゃったんですからね、まあ、そうなんですよね。だから私岡田さんにだから1回だけお会いしたことあって、うん、お会いしてその直後に2週間後ぐらい亡くなっちゃったんですよ、うん、そうでしたか。そう、2010年の僕の本が出た記念で、うん、あの四谷三丁目のあの、ね、リフレ派の隠れ家に集まって、はい、その時初めて岡田さんにお会いして、実は大学の先輩なんですよ。あ、そう、そうなんです。いやいや、そうそうそう、あの時1回だけです岡田さんにお会いした。そうでしたか。あれが最後でした、はい、あのまあ
ちょっとね、それは前回といいますか、岡田さんが、あ、まあ、病気で倒れられて、うん、なんか奇跡的にふっと、うん、そう復活したんですよね、してすごい元気になって、うん、そうで、その後すぐ亡くなられて、すぐにまた、ね、亡くなられてしまったんですよ、うん、そうすごい歴史なんですよ、だから、だからお金をいくら吸っても何も起こんないって言ってる人おかしいでしょ、普通に考えて、うん、うん、わかんない、今普通に考えておかしい、おかしいでしょ、うん、だって税金ただになるはずなのにさ、うん、なるわけないじゃん、そんな国だって歴史上存在しないし、うん、必ずどっかでインフレ起こるわけ、いいわけない、ね、そう、お金をすることの唯一のペナルティはインフレになることですから、けど金吸ってインフレにならないとか言ってるやつはどう考えても頭悪くないって話なんですけど、うん、まだ言ってんですよ、うん、はい、かもしくは、うん、あのハイパーインフレになる、ハイパーインフレになるいきなりハイパー、ちょっとでも吸ったらハイパーと13000%になります、うん、なるわけないじゃんみたいな、難しいね、難しいね、だからまあいいところをすればいいんですよ、うん、そんなに効くならちょっと薄めて使えばいいんじゃないと、うん、10倍に薄めて使ったら、うん、ドメストみたいな感じです、ドメスト原液目に入ったら大変だよ、入ったら薄めてみたいなお前の目に入れてろかドメストみたいな話なんですよ、本当に。そう。で、これ結論がですね、はい、あのこれまではどうやって需要を復活させて、はい、もう日本はもっともっと実力があるのに全然需要不足で実力を発揮できてない、はい、だから需要を増やせっていう話だったんですけれども、はいはい、今度はですね、はい、この本の結論としては財政金融政策が目指すべきなのは、はい、ハイプレッシャーっていう状態だと、はい、なるほど、高圧経済、高圧経済、はい、需要があるのでその需要に合わせて、はい、生産能力とか能力とかを高めていく、うん、はい、で、これはね私が言うと説得力がまるでないんですが、はい、トレーニングをするとき、あ、だから2人に喋ってほしいのが、はい、トレーニング、はい、トレーニングって負荷が高すぎてもダメなんです、ね、そうですね、続かなきゃ、高いと怪我して終わりです、怪我して終わりです、ね、大怪我して終わりです、うん、で今度は低いとトレーニングならないです、ならないですね、ぬるいですね、そう、はい、だから、この高圧経済っていうのは、はい、経済の実力に対していかにちょっと負荷をかけてやるっていう、あ、そういう高圧経済なんですね、そうなんです、今でも高圧経済いろいろ言ってる人いますけど、うん、飯田先生みたいな高圧経済言ってる人あんまりいないんですよ、そう、一般的にはどんな、一般的にはどんな感じですか、一般的に言うとこれね、高圧経済と有効需要の原理っていう、はい、まるで逆のものを混同しちゃってるんですね、両方とも需要を増やすと供給が増えるっていう論理なんですよ、はいはい、有効需要の原理っていうのは供給能力が余ってる失業者がいるとか、はい、休んじゃってるお店、はい、工場がある、はい、だから需要が増えればその休んじゃってる能力が使われることで経済が伸びますよ、はい、これが有効需要の原理です、はい、で一方の高圧経済論っていうのは、はい、供給能力より需要が大きい状態を作ってやるとそれに応えるために例えば職場の配置を工夫するとか、はい、新しく最近だったらやっぱりあのタッチパネル注文とか普通になってきたじゃないですか、なってきましたね、そう飲食店タッチパネル注文入れる、はいはい、あと結構飲食店で重要なのは、うんうん、超性能のいい、食洗機、あー入れる、松屋なんかすごいですよね、もう10秒で洗浄されてますね、そう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 、あれすごいですよね、すごいですよ、なんで知ってんの、もう見てるの、いつも話せるそう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 松屋大好きだもん、バツヤ愛が止まらない、めっちゃ早いんですよ、早いですよね、私たちがバイトしてたことは違う、全然違う全然違います、いやだから今のだから分かりやすく言うと、うん、その松屋にそのまあ100杯しか1日牛丼作れる能力なかったとするじゃないですか、うん、でもちょっとそれよりも需要が高いって状態は110杯欲しいって人が殺到してるわけ、うん、あと10杯作ればもうちょっと儲かるのにって、今ギリギリやっても100杯しか作れませんって時に、うん、まあ、ちょっとバイトのシフト工夫したりとか、うん、ね、それから営業時間ちょっと長くしたりとかするだけでこうあと10杯応えられる、食洗機いいの入れれば、そうそうそう、皿洗いの人が減る、減るとか、なんかいろいろそういう工夫ができるということ、はいはい、で伸びると、そう、っていう状態なので、はい、ちょっと論理違う、ただ単に需要が供給を刺激しますよっていうものなんですが、これ別に排他的な、あのどっちが正しくてどっちが間違えてるとかそういう話じゃなくて、うん、両方やればいいの、そう、違う論理なんです、そうですね、なのにここがぐちゃぐちゃぐちゃと一緒になってしまってる人が、うん、高圧経済って言ってる人でもすごく多いんですね、うん、なるほどね、あの使われてない設備が無限にあってもうずっと14歳増やせば追っかけていくんだみたいに言ってる人がいるわけよ、うん、そうそう、その人はちょっとさすがに餌くれすぎなんだよね、うん、そういうのだとそれだとちょっとまずくないみたいな話になるので、そう、まさにね、うん、あのトレーニングやりすぎて、そう、トレーニングで負荷大きすぎたら多分怪我する、ええ、うん、
あのなそこら辺が実はまあこれはあのちょっと今回震災があったので、はい状況多少は変わるかもしれませんけれども、はい、今年の後半には、はいおそらくハイプレッシャー状態に日本が入ります。なるほど。特にあの海外アメリカの景気とか順調であれば、はいはい、その時になって、そうすると何が起きるかというと、はい、一部業界では、はい供給能力人手不足で、はい、操業水準を落とさなきゃならない。ああ、なるほど。回したいけど人いない。そう。っていう時に、それをいかに実は放置できるのかっていうのがポイントなんです。ああ、むしろ放置。ハイプレッシャーになっていくと、はい、人は稼げる業界に流れます。ああ、で、そうすると稼げない業界は、どんどん、人で確保できなくて営業を縮小していく。儲かなくなっちゃうんですね。そうですね。それって衰退業界が縮小するので、うん、しょうがない。なるほど。フリーの方がいいやみたいな人もね、増えたりとかもあるし。でもそれ始まると必ず、はい、この業界が大変だから財政支出。出ました、補助金。豪族ですね。豪族理論。これがね、まずい。それ、だから放置、うん、放置。人手不足で衰退する業界って、うんっていうのは、うん、衰退する理由があるんだっていうのを、悔しかったら改善せえって話ですね。全部助けてたなんて。で、ここになると おそらく今年の後半に私は結構その、うん、ここに財政を出すなっていう話を中でもその、うん、まあ人手不足で縮小していく業界は、はい、そのチャンスなんですよ。これ、はい、不況で潰れるは結構大変じゃないですか。そうですね。失業者も出ますし、そうですね。そうじゃない状況、はい、だからこそ好景気なのに人手不足倒産ってことは、でまあ、僕経営者の立場で言わせてもらうと、うん、社長努力不足ですよね。そうです。ね、経営者向いてないんじゃないのみたいな。俺結構厳しいんですよ、同業者。さらに言うとね、これハイプレッシャーエコノミーの中でジャネット・イエレンとかが、はい、実はハイプレッシャーエコノミー高圧経済論って1970年代のロジックなんです。すごい。結構前。50年前。そう。うん、ところがね、うん、論文が発表されたのが確か1973年の4月なんです。おー、石油ショックですよ。直前直前なので石油価格が8倍になっちゃったな、その時。なのでもうそれはハイプレッシャーお前ふざけんなって感じだよね。ちょっと一回ね、タイミングが悪かったんだ。タイミングだってハイプレッシャーって燃料ないから作れないじゃん、もう、うん、そうどうやってかけんのそのプレッシャーみたいな感じでみんなガー言われて、これだから状況によるんですよ、経済的にも ね、 そ う、 ねそういうこと、そういうこと。まさにそれを地味に研究し続けた研究者の一人が、はい、ジャネット・イエレン。ああ、ね、FRB の議長までやってますけどね、はい、彼女が言うには結構、はい、彼女の視点って面白くて、はい、もちろん給料が上がるとか、はい生産性が高い職がっていうのと同時に、うん、働きやすい仕事が増える。おお、なるほど。みんな選べるからね、労働者が。例えば衰退産業だったり、またはちょっと中小企業の社長の皆さんとかで、ちょっと給料上げるには難しいと、うん、って言ったら何するかって言ったら職場環境を良くして、ああ、うちはもう子連れでも働けますからね。そう、はい、時短勤務とか、はい、あと、なるほどね、中小企業の強みって、はい、その人個人の事情に応じて、はい、ちょっとずつ社長が差し配というか、できます。できる。強弱つけられる。はい、確かに。そう。私の友達の経営者もみんな、女性に働いてもらうんだと困るってみんな言ってます。うちも女性が主戦力だからと。うん、そうそうそう、僕、働いてもらえないかと困るから。働いてもらえる。そう、いろいろやってますって人多いですよ。素敵、はい、まさに子育て、関連で言うと、うん、子育てって別にまあ、24時間365日子供に、まあ、張り付いてるって本当にもう、赤ちゃんの赤ちゃんの時だけなんですけど、うん、やっぱり子供が熱出した病気とかって言ってやっぱさっと帰らなきゃいけない。そうですね。で、そういう時に在宅または子供がちょっと体調が悪い状態が続いていて、はい、例えば37度5分以上あると、まあ今なおさらだって預けられない、はいはい、じゃあ在宅でとかっていうフレキシビリティ、これね、大企業がやると労使協定、全部めんどくさいですね、全部規定作んなきゃ。なるほどなるほど。けど中小企業だったら、うん、うんうん、何々さん今月はもうそれでいいからみたいな。いいね、相場でトップダウンでいけますね。そういうことですね。それですごい仕事ができる方がねいてくれたら、そうなんです。その方が全然いいんです。 ね、なんかやっぱ1960年代70年代になんか近づいてますね、日本の経済。あ、
ね、それで言うとね、はい、やはりこれからどうやって、西側社会のサプライチェーンを構築していくのかっていったところも、安全保障もかかる。そう、これね、2024年の論点になるんじゃないかな。なるほど、すごいこと書いてあるんで、もうぎっしりね、これ読まなきゃいけないね。なるほど ね、じゃあこれ読んで。あ、いいんですか。ぜひ読んでください。よろしくお願いします。はい、私でもわかる。大丈夫、あ、ちょっと難しいかな。はい、ということで飯田先生の最新刊、財政金融政策の転換点、ぜひ読んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今週のニュース場内、この辺で終わりにしたいと思います。また来週。